こんにちは、こんばんは、サリノです。今回の動画は語り動画です。はい、というのもですね、先日北海道に行ってまいりまして、パッキング動画を出させてもらったんですけど、こちらがですね、出張でして、私出版社をやってるんですけど、その出版社で刊行している書籍をテーマにしたイベントを北海道の蔦屋書店さんがやってくださるということで、その蔦屋書店にお邪魔して、著者さんと一緒に蔦屋書店でイベントをさせてもらったりとか、あとですね、弊社が札幌の地域おこしをやっているコミュニティの出版事業のプロデュースをさせていただいてまして、その一冊目が無事刊行できたので、先行受注に応えてくださった方々に発送する作業をみんなでしたりとか、ちょうどね、全国の書店さんに置いていただく刊行日だったのもあって、北海道の行ける範疇なんですけど、書店さんを回って挨拶させていただいたりとかをしてきました。なのでね、少し前に動画で紹介した 99g のドローン、小型ドローンを持って行って、札幌のさ、いい感じの場所で空撮したら絶対楽しいじゃんとか思ってたんですけど、まあそんなこともできずもうさ、その作業とかで圧迫されてるから、札幌らしいご飯とかも全く食べれず、最後の最後、もうこれを食べなきゃ私帰れないと思って、根室花丸っていうね、回転寿司を一人で食べに行ったぐらいしかできなくて、まああとは仕事をね、一緒にしている著者さんとジンギスカン食べたりとか、一緒に出版事業をやってるみんなとジンギスカン食べたりとかやたらジンギスカンをね食べれて、それはそれですごい良かったんですけど、このね、サリ旅に載せる旅 Vlog としてはちょっと微妙じゃないですか。正直観光地とか一切行けてないしね、まあ、なので今回はその札幌滞在で買ってきたお土産とか、そのイベントを開催したからその時にいただいたものとか、それ以外でもね、最近サリ旅でいただけたものとかが結構あるので、それを紹介しつつ、札幌出張のお話を語るような動画にできたらいいなと思ってカメラを回しております。まあ、なんやかんやと楽しんでいただけたら幸いです。はい、ということでね、早速最近いただいたものたちを紹介していきたいんですけど、札幌感があるものからにしようかな。っていうかさ、その前にまずなんでこのね動画を撮ろうかと思ったかって、最近ね、私山梨放送の行かない旅っていうテレビ番組に呼んでいただきまして、ゲストでね出演させていただいたんですよ。びっくりじゃないYouTube はコミュニティの方でお知らせしたりとか、その番組の YouTube チャンネルにもアーカイブが上がっていたりとか、あと SNS をね見てくださっている方は、そちらで感想をねツイートしてくださった方とかがいて、すごく嬉しかったんですけど、そう、出てよかったなって思ったんですけど、旅人としてね、その番組に呼んでいただいたんです。で、その行かない旅っていう番組が、実際にロケとかには行かずに Google マップで各旅人がおすすめする地域を見てみて、旅に行ったかのような気持ちを味わおうみたいな番組なんですよ。だからさ、私はそのお任せいただいた地域の魅力を口頭で語るしかないわけ、 Google マップを見ながら。で、正直ね、力不足だったなって思う反省点が多々あるんだけど、私あんまり喋るの得意じゃないからさ、ちょっとあれだったなって思う節とかは正直あったんですけど、なんやかんやでやっぱり向こうはさ、プロだから、見守ってくださってるカメラマンさんとかディレクターさんとかが盛り上げてくださって、編集でなんとかしてくださって、多分いい感じにまとめてくださったんだと思うの。私正直まだ怖くて見れてないんだけどだからね、代わりにチェックしてくれた、なおかつ私のフォロワーさん、 SNS 上で私をフォローしてくださってる方が、意外と喋れてるよみたいな、イケてるイケてるみたいな、 YouTube の方でもその映像がなくても旅の話を喋る回みたいなのがあってもいいぐらいイケてますよみたいな感じで言ってくださった方がいて、じゃあこの北海道出張、旅 Vlog らしいシーンを撮るタイミングが正直なかったから、あーって思ってたけど、喋る動画にしようかなと思って動画を回しております。はい、話が長くなりましたが、まず一つ目、こちら、こちらね、その蔦屋書店の方にいただいたんですけど、見てください、可愛くないですか。これね、お花のボーロ、もうそのままなんですけど、お花の形のボーロなんです。可愛くないですか。私のはこのピンクの缶で2色のお花が入ってました。こちらはね、フラワーピクニックカフェさんのお花のボーロという商品です。
いやもう素朴でね、優しい味なんです。すごい体に良さそう何よりこの見た目だよね。可愛すぎてさ、もうこれだったらカロリー取ってもいいやってなっちゃう。このお花のボールをくださった、イベントもさせていただいた江別にある蔦屋書店さんが、ネオ書店というか、お洋服屋さんとか小物とかパン屋さんとかフードコートみたいなのも全部入ってる大型商業施設みたいな感じなんですよ。で多分このね、お花のボールもそこで売ってた売り物を、その蔦屋書店の方がねくださったんじゃないかなって思うんです。もうまさにね、こういうセンスのいいものが濃縮されてるような蔦屋書店なの。いや本当に素敵と思って大事に大事に食べております。次がね、もらい物というか私が自分用に買ってきたやつなんですけど、バタバタ新千歳空港でコーヒーをね買ってきたんです。なんか特設コーナーみたいなのができていて、森の雫というコーヒー、北海道で作られてるコーヒーなんですって。株式会社アトリエ森彦ですって。札幌市にあるみたいですね。すごいなんかブースもセンスがよくって、最近コーヒーちゃんとドリップして入れたりとかし始めたりしていて、こちらも飲むのがすごく楽しみです。あとね、お仕事でお会いする方宛てにちょこちょこお土産は新千歳空港でわーって買ってきたんですけど、それらはねちょっと開けてさ、みんなに見てもらうわけにもいかないから。あとね、食べるのが楽しみといえばこちら、この牛タンジャーキー。こちらはね、その自社の書籍のイベントに来てくださった私のフォロワーさん、視聴者さんがくださった牛タンジャーキーです。めっちゃ嬉しかった。お土産あげよ、牛タンジャーキー和風醤油だれですって。美味しそう、食べよう。わあ大きい。もう仙台も行きたいわ。しかもすごいいい香りがする。美味しい。お察しの通り、このねくださった方は仙台からわざわざ北海道まで来てくださったんです。もう嬉しすぎる。いつもありがとうございます。この牛タンジャーキーすごい美味しいわ。てかやっぱ仙台の牛タンって美味しいよね。近いうち行きたいなぁなど思っております。これは大事に食べます。次、こちらももらい物です。これはね、株式会社ロジナさんという岐阜県高山市のお店、すこやか商店さんのおからクッキー缶です。こちらもいただき物しました。でね、これはね本当に申し訳ないんだけど、バリバリ食べちゃってここにね全部4列でぎゅうぎゅうに詰まってたんですけど、もうあとこれしかないの本来だとね、ここにこう4つびっしりわーって並んでて、もう 100% おから。さっきのさ、この北海道のクッキーもなんですけど、すごくね体に優しい感じが味から伝わってくるんです。で、こちらのすこやか商店のクッキーはプレーンとオレンジと黒糖とアーモンドダイスの4種類の味がこう1列ずつ入ってるような形になっていて、正直ね、見た目はよーく見ないとわからない感じなので、もうね水にパクパク食べちゃって、で味でやっぱりわかるから、あ黒糖だとか、あナッツだみたいなことを楽しみながらいっぱい食べてました。はい、こちらはね、食べるなら健康的にをモットーに運営していて、無理なダイエットをするのではなく、食べることに喜びを感じながら健康的に過ごしていただきたいみたいなコンセプトのねクッキー缶だそうです。なんかさ、このおからシリーズもだし、この牛タンジャーキーもだし、私が健康的に美しくちゃんとタンパク質を摂って過ごすことをサポートしていただけるかのようなラインナップでね、私は非常にありがたいですね。はい、次、これもね最近のいただき物です。こちらはねネラックスっていう果汁アイマスクだそうです。開けてみましょう。すごいなんかいろいろ蓋に書いてます。高級感ありますね。あーすごいかも、めっちゃテロテロ、すごい手触りがいいです。テロテロです。あ、ここにすごいビーズががっつり入ってるから、目に当てた時にじんわり重みを感じて寝やすくなるみたいなアイマスクですね。すごい、眠りに思いを
ですって。昼寝を海外だとパワーナップ、積極的仮眠と呼び重要視されていると。仕事の集中力を上げるために昼寝を推奨していると。でこのアイマスクをつければ重さと独自の構造によって目の周りを軽くマッサージされてるような気分になり、いい感じに眠れると。電子レンジで温めたり冷蔵庫で冷ましたりしてお好みの暑さ冷たさにもできるようです。確かにさ、ゲストハウスとかに泊まるときはアイマスクあるとすごいいいなって思ったりもするんですよね。あと私飛行機の中でねすっごい寝ちゃうんですよ。移動中すごい寝ちゃうタイプなんだけど、その時にね明るさを遮断できるとよりいいんだろうなとはすごく毎回思ってるんですよね。まあ、ただこちらやっぱ荷重なので重さがしっかりあります。 300g あるそうなので、ちょっとね旅の荷物の中で 300g って結構な重さだなとは思ってしまうんですけど、まあ、あの 7kg 縛りのある飛行機の旅じゃない時とかはかなり良さそうかも。こちら使ってみたいと思います。ありがたいですね。いただき物です、こちらも。はい、そして最後こちらライトをこちらのねメーカーさんからいただきました。こちらのジーウンというメーカーさんは最近ジンバルを紹介させていただいたんですけど、その流れでね今度はライトを送ってくださいました。確かにさ、ちょっと引っ越してから画面暗いよねずっと思ってはいるんだけど、あまり改善できずにいたので、もしかしたらこのライトを使うことによってちょっと明るくできるかもしれないなど思っております。おー、こんな感じです。すごい結構重たさがある。あのジンバルもさ、ライトの明るさえぐかったから、このライトだけってなったらさらにすごいんじゃないかな。うわー、すごくない？おー、これでこうライトをこう、うわーびっくりしたここがこう磁石でパチパチ外れるようになってました。え、すごい。これさ、ここに液晶がついてます。もうただネジを回してライトがつくだけの代物かなって思ったら本当にちゃんとしたライトだわ。で付属品としてはこの袋と充電用のコードがついています。あと光を柔らかくしたり調整できるこの部品がついてますね。全部この磁石でパチッと簡単にはまるような形になっています。一旦さ、どれぐらいの光量なのか見てみたいけどね。わ、ついた。設定ができました。すごいね、これさ、そっちに向けたらみんな眩しいよねえ、でもすごくない？これが実際撮影で使うとしたら結構明るくなりますね。え、すごい。この辺とかどっから照らしたらいいんだろう。ちょっとやりすぎかな。ちょっとくらい。だいぶ肌が綺麗に見えるような気がしますが、え、ちょっとさ、すごいライトをいただいてしまったかもしれない。こちらはね、本来だったらこんな感じ、この説明書に載ってるような一眼レフとかで撮影している方はこの真上につけたりしてできるんだと思いますし、そうでなくてもこんな感じで三脚をつけたらいい感じに立てておけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いかんせんね、私今空いてる三脚がなくてさ、今私がオズモアクションアクションカメラをメインで使ってるばっかりに空いている三脚というものが存在しないので、ちょっとその辺のねデスク周りに置いちゃってたりとかするんだけど、でもすごいですね、こんなになんか雰囲気変わるんだ。あとちょっとこうエキゾチックな感じですけど、赤にしたりとかちょっといろいろねこうモードを変えたりできるようです。今までがこんな感じでした。え、どうだろう、ちょっと編集の時に見てみて実際どうかみたいなところはあると思うんですけど、はい、ということでこちらがジーウンの 5RAY M20C というライトでした。これからね私の動画がちょっと明るくなったなとか画質良くなったんじゃないかなって思ってもらえたらこの子のおかげかもしれません。いや、すごかったですね、本当ありがたいです。ジーウンさん、ありがとうございます。はい、ということで自分で買ってきた北海道のお土産とか最近いただいたものたちとかイベントでね視聴者さんがくださったお土産をご紹介しました。いや、もう本当ありがたいですわ。こんなね、いただき物に恵まれながらバッタバッタと仕事をして弾丸で帰ってきたんですけど、いや本当にもう記憶があんまりないもんね。
でもおかげさまで北海道では一緒にずっと本を作ってきた人たちと美味しいねジンギスカンを食べたりとか、蔦屋書店でイベントをした著者さんは弊社から出してくれているのがその方の著者の4冊目なんだけども、他はね角川さんとかいろんな他の出版社さんで本を作ってらっしゃって、で4冊目でうちと作ってくれた形なんですけど、ずっと蔦屋書店でイベントするのが夢だったって言ってくれていて、そのね夢が叶う瞬間に立ち会えたっていうのもすごく嬉しいし、個人的にね著者イベントすごく好きなんですよ、まあ、書店っていう大好きな場所で応援してくれる人たちとみんなと会えるっていうのもすごく嬉しいし、まあ、主役はね著者さんなんですけど、もちろんでも作ったものをね実際手に取ってくれてる人たちと会えるっていうのがすごい嬉しいなと思う、まあ、旅とはまた違ったね楽しいお出かけでした。そんな感じでいい感じにまとめてはいるものの、実はですね次は私フィリピンに行ってまいります。はいこちらのフィリピンに関してはようやくねサリ旅で挙げられそうないい感じの撮影ができる日程をがっつり組んでますんで、そちらをねお楽しみにしていただければと思います。あと実は7月8月あたりで全然更新できていなかったせいで溜まっているスオ大島とか萩とかいろんなところのね素材だけがずっとフォルダーに蓄積していっている状態でしてどっちが先になるかな、まあフィリピンより先にそっちのね日本旅行の方が出ちゃうかなと思うんですけど、まあ、で私の髪がね伸びたり縮んだりいろいろ右往左往すると思うんですけど、まあ、皆さんいつものことだなと思って温かく見守っていただければと思います。はい、ということで今回の動画はそんな感じですかね、まあ、少しでも一緒にねいただき物たちをあこれ面白そうとか便利そうとか思ってもらえたら嬉しいです。今回はこういう語り動画だったんですけど、普段はお得に旅する情報や旅の Vlog、ホテルのレビューなどなど旅の様子を発信しているこのチャンネルです。ぜひチャンネル登録やグッドボタン、コメントなどいただけるととても励みになりますのでよろしくお願いします。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ではでは。美味しい本当に牛タンジャーキー。こんなにいろいろ食べてるそばからあれなんですけど、すごい太っちゃいまして。どうせ太ったんだったら、この脂肪を筋肉に変えてやるぜと思って最近ね、ジムにたくさん行くように頑張ってるの。筋トレ結構頑張ってるんですよ。だからこうやってタンパク質しっかり取れるもの、すごいありがたいです。ほんと。そんな感じです。